こんにちは。はい。今日はね、雨がね、降ってなくてすごく嬉しいんですけど、でも傘は持ち歩いた方がいいのかな。傘が重くてね、どうしようかなと思ってますが、きっと私のことだから持たないと雨が降ると思うので持っていこうと思います。そして今日はね、高速ターミナルっていうところで造花、結婚式のデコレーションに使う造花を買ってこようと思います。でそこにね、大きい市場があって、普通の生きてるお花というのかな、造花じゃないお花のコーナーと、あと造花のコーナーがあるようなので、それを確かめてこようと思います。大量に注文しなきゃいけないので、値段の様子を見て決めようと思います。はい、それでは行ってきます。バイバーイ。ここは高速ターミナルです。ここから3階に移動しようと思います。結構ここ探すの大変なんだけど、2番出口から出てすぐ目の前に見えるでかい建物があるんですけど、そこの3階になります。やってるかな。皆さん、今ね、高速ターミナルの、お花の市場に行って、一応私たちのウェディングで使うものは全部注文してきたんですけども、ダイソーとかと比べたらちょっと価格はそこまで安くはない、市場の割には安くはないんですけど、でも造花がね、結構普通のお花みたいになってて、クオリティはすごく良かったです。なのでウェディング、ハウスウェディングとかされる方はすごいおすすめだなと思いました。中は動画撮れなかったんですけど、写真何個か撮ったので、チャン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 って載せておきますね。はい、で私は全部注文して宅配便で送ったので、まだ手元にはないんですけど、一応届いたらまた動画にしてお見せしようと思います。では今からちょっと綺麗なカフェに行ってきます。インスタグラムとツイッターのフォローもお願いします。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。